侍いるよ、侍。誰？ハキュン。すごいな。どうだった？写真撮ってもらう。撮ってもらえな。はい。ウイスって。いいの？いいの？いいの？撮りたいけど。じゃあ撮りたいけど怖いんだって。襲われそうなん。はい。行きます。せーの。あ、そう、もうお金準備しといて。いいよ、取っていいよ。箸で取るの。あ、いけそう？なんで食べる？あ、そこにカレー詰め込んじゃえば。そう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 。そうそう、上手にいけた。席、席、席。席。長くてみ、ちっちゃい。長い？これ。本当だ、長い。で、こっちは。ちっちゃくなった。これデバ包丁。これもデバ包丁、でかっ。これはかっこいいじゃん。何これ？ナイフ。武将ナイフだって。52,800円。これですごいね。いいな、ママやりたいな、これ。やったら、もうちょっとお手頃だったらやるんだけどな。これは1,650円。もうちょっと大きくなる。これは食べられた。これはこちらがね、少し大きい。あ、じゃあさくちゃん、はい、いいね。それとってもない。むしろ戦ってみたら。戦いな。よいしょ。向こうも、向こうも向くじゃん。いいよ、サクの気にしんで。あ、後ろに、わー。サクがさっきイカみたいって言った人。めっちゃいいじゃん。だから大丈夫。もう誰これ。今度こそイカみたい。あ、ちょっと待って。やべえ。茶碗かぶっとるやつがおる。完全に茶碗かぶっとるやん、こいつ。茶碗かぶるのは調理悪い。サムライいるよ、サムライ。誰？サムライいる、サムライ。どうぞって、お姉さんがどうぞって。え、すごいな。後ろに行く？どこでもいいよ。一番後ろに。じゃあそこ座り。そう、そこ座り。うん、じゃあママそっち行く。なんか空いてる席にお越しください。
間まず押すんだよ押してください。関ヶ原の戦いの戦いで東軍が勝利したことによって全国全てが終わった。全国の戦いを全て終わった。そんなことそうなの？僕のレベルなんだろ。なんだろう。ちょっとそうだ、そうなの。忘れてよ。そうだ、ちょっと忘れてよ。ほら、そうだね、脳だよね。関ヶ原の戦いでも全国の戦いを続け全ての戦いの頭の十字が続いてした。咲くのに重い？反対の方、もう一個長いの持ち上がらん？でもそれで戦うんだよ。どう？これいける？切れそう？おばあちゃん使うならじゃあ短い方。めっちゃ重そう。ちょっと持てないやろ。これだってもう完全にさ、ほら置いて打つって書いてあるもん。持ち上げないで。うん、そう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 いう感じ、そういう感じ。そういう感じよ。この中から選ぶんだって。背景どれがいい？あ、もうじゃあ裏切り者にやられた大谷とかにする。グリーンシートや。そうと緑だからさ、なくなるんちゃう？そうだ。そうだ、なくなっちゃうね、ここから見たら。そう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 。はい。今後ろに映ってる。あ、お腹がなくな、手がなくなってるよ。手がなくなっちゃった。ありがとうございます。こちらに行きます。手ないな、左手さんないな。展望室に行こう。こっちだった。すごいな。あ、ねえ、見て。あそこにもおったんだ。あそこに何かがいる。あ、そうじゃん。バナナだ。あれ、誰やろな。ほら、旗が見える。あ、あそこだ、ほら。あそこは何の陣なんだろうか。あ、あそこにもあるじゃん。あれは誰の陣なんでしょうね。本当だね。ここにあるね。あ、下にもあるね。本当だ。あ、ここは分かりやすいじゃん。あそこと、ぐるーんって来て、あそことあそこやな。あ、ここ、あ、黒田さんのとこや。え、細川さんがここにいるの見えへんよ。あ、ここじゃない。手を挙げてください。副総なので対抗者の方を指示いたします。知之助の方が答えを聞きに参りますので教えてあげてください。なんと正解いたしますると、本日関ヶ原組のオリジナル戦車札、そしてランダムではございますが武将の缶バッジが入っておりますので、ぜひぜひ、お土産としてお持ち帰りいただけるとありがたいなと思います。それでは、分かったら分からんと思う。今度は金吾中納言殿から。たりはしませんけども、本当に井戸ですか。古井戸ですから、こう地面急にこう見せて井戸になっておるんじゃ。昔はそれは本当に井戸でございます。何があった？何が何が出てるんですか？
それでは次はマスカラの問題じゃ非常に難しいので心してくだされソフトクリームソータそれなんだ。Shine